はい、皆さんこんにちは。アジャレしてるブルブルです。はい、ブルブルケイちゃんですけども、今回ねちょっとね、私の手持ちの仕事もねバタバタしてたんですけども、私もねコラボ問題に関して話をさせてもらってる人間としてはですね、どうしてもねこの話題に関しては外せなかったので、ちょっとね時間を作って動画を作りましたというようなことでね、まだまだですねこのコラボ問題に関しては私のこのねチャンネルご登録、くださってる方でもですね、ケイちゃん初めて聞いたというような方もね結構おられるんで、まあ、最近になってきてですねやっとその、まあ日本のメディアもですね少しずつなんですけども、本当表面上だけね、捉え始めていたというようなこともありますというような中でですね、実はね昨日、東京都のですね定例会見がありました。はい、ゆりこちゃんちゃんと話をしてくれましたかねっていう感じなんですけども、もうねご覧になってる方も結構あると思うんですけども、実際にね YouTube なんかでもね動画が上がっております。私が見たのはね、これどこだっけな、日テレニュースかなんかでねちょっとね上げてましたというようなことなんで、このね、日テレニュースの実際のこの動画の URL いつものごとく概要欄に貼っときますので、もしね皆さんご興味のある方後でぜひご覧くださいっていう感じなんですけども、それと合わせてですね、あ、それはね実際ね、特にね全部が見たら大変なんで長いんでね、27分直前ぐらい、26分それこそ50秒ぐらいとかですね、それぐらいから今回ちょっとお話ししたいですねこのコラボ問題に関する、東京都知事、小池百合子ちゃんのですね、緑のたぬきさんのですね福祉、保健局を実は廃止しますみたいなね、何これみたいなね、そんなことが27分直前ぐらいから、本当にね短いんだけどチラチラと言ってますので、結構でもねこのチラチラと言われたことがですね特に今現在、ネット民の中ではわーっと炎上しちゃってるみたいな感じです。でちょっとね、まあ、この動画はね今言ったような通りなんですけれども、ちょっとね詳しくというかですね、まあ、あのかいつまんでというかちょっと、皆さんにご説明をしますということで、まずこれご覧くださいって感じなんですね。はい、でですね今ちょっとご覧になっていただいている通りですね、東京都知事、まあね、ゆり子ちゃんのですね、まあ、定例会見ということで、なんと福祉保健局を廃止というようなことをチラッと、ね、言ってるんですけど、このチラッと言ってるようなことがですね大炎上といったような話です。でね、まあ、案の定なんじゃないかというかですね、まあ、予想通りというかこのコラボのこの字も話さないんですよね。実際はねもう自身がですね、今更あかねさんの住民訴訟によって定義されているというような状況の中においてもですね、はい、このご当人はですね何にも話さないと。で話すのはこの東京都のですね福祉保健局を廃止しますと。で今現在ですね来月末2月28日までのですね東京都に対する、その再調査、先日のですね住民監査請求を受けてのですね東京都の再調査は来月末までになっておりますけれども、それと合わせてですね先日私も動画でお話しさせてもらいましたけれども、ひまそらさんにおいてはですね、この東京都相手取ってですね住民訴訟を起こしているというような状況で、党のご当人なわけですよこのね、たぬきさんはですね。でも何にも話さないと。で話した内容がこの福祉保健局実は廃止します。でここにちょっと書いてある通りですね、まずね東京都知事が昨日の定例会見で言及しましたということと、福祉保健局を廃止しますと。でこの東京都福祉保健局は何を隠そうですね、このコラボに対するね、まあ、監督機関というかですね、そういったようなところです。なので、その住民監査請求に対する東京都の、勧告ですね、もう、ここの、福祉保健局に対してちゃんと再調査しなさいよってことがされてるわけですね。でそこを廃止する、なんじゃそらみたいな話です。で、まあ、この廃止をするんですけれども、新たにですね、この福祉局&保健医療局というのをね、2つに分けて再設置するというような話なんですね。なんでそんなことするのかなっていうふうに皆さんも思っちゃいますよね。私も思いましたということですけど、で、まあこのね、まあ、小池百合子さんはですね、この定例会見の中で、福祉保健医療サービスを盤石にするんだ。なんかね、まあ、取ってつけたようなね、なんかね、まあ、言葉尻だけ見るとですね、非常に体裁のいいような会見なんですけど、
サービスを盤石にするじゃあ早くしてくださいよ、なんか早くねこのコラボ問題に関して何かね言ってくださいよって感じなんですけどね。でまあ、特にね今現在ねツイッター上なんかでもねもうねトレンド入りしても相当ですね、注目度浴びてますけども、この結局は何コラボ問題へね証拠を隠滅するんですかみたいなことも言われているわけです。それはそういうふうに思っちゃうよねっていう話ですよ。で先日ね私もね話をさせてもらいましたけど動画の動画でね、実際にひまそらさんが、公文書に対する開示請求をしてますっていう中で実はそのね文書に関してはねもう破棄しましたよみたいなことがね、それ自体がほとんどね証拠隠滅なんじゃないのっていう感じですけど、それと合わせて今度は副証券局そのものを廃止するみたいな話なんですよ。何なんだそれはって感じですよね。でまあそういったような昨日の、ね、定例会見の内容だったんですけども、さっき言いましたようにね私日テレニュースをね今現在 YouTube でも残ってますのでぜひね、それご覧になってくださいっていう感じです。あとはねちょっとねもう一つね今回のこの動画でねどうしてもお話ししたいのはねちょっとこれみたいな感じでねこれはね、昨年のこれいつだっけな12月5日の記事で出てたんですけど都政新報というね記事を出しております。でですねそこにねちょっとね挙げてあるような記事なんですけどもここねちょっとね読んできますけども都は2023年7月、要するに今年の7月に福祉保健局の組織を見直して保健医療と福祉の2つの条例局として独立させますと、同局は従来から事故があった上ね、要するに新型コロナ対策や都立公立病院の地方行政、地方独立行政法人化などによって組織がさらに拡大しておりブラブラブラって書いてあるわけですよ。要はね昨年の12月のこれ1日だっけな発表されていたんですけども、さっき申し上げましたように、そのね福祉保健局を廃止しますというようなことが昨年の12月頭時点ですでに決まっていた。でそれが都政新報という形で、今ねちょっとねご紹介させてもらってるような形で発表されていたっていう話なんですよね。でまあ皆さんにはですねもう今言ったようにですね昨年の12月の初めにもう決まっていたっていうことなんですけども、私もこれ前にも言わさせてもらってるんですけど、例えばひまそらさんがですね住民監査請求に関するね、受付がいよいよね東京とも受付がされましたよっていうことがね昨年の11月の10日に受付が発表されましたよっていうことがね発表されてます。でそれを受けてですねあのセブンナイツで有名なですね11月の29日11月末にですねあのひまそらさんに対するんですね7人の弁護団がついてですねなおかつこの2と、夢野さんがね いて、実際の記者会見の中でですねひまそらさんに対して1100万円損害賠償をします、追及しますというようなね、ことの、発表がされたわけですよね。でそれを受けてですね12月の頭に東京都としては福祉保健局を改正するというかね、実際今回解体ということになったんですけども、一旦廃止をして新たに福祉局&保健、医療局を設置すると。あとは先日私も動画でお話ししましたけども、それに対してですねひまそらさんは、公文書を請求をしてる開示請求をしてるんですけども、そんなもの廃棄しちゃいましたよなんだそれはみたいなね、なんか全てね証拠隠滅じゃないかっていうことが感じられる、このね東京都どうなっちゃってんですかゆり子さん。でその当人のですね住民訴訟を受けているですね緑のたぬきさんに関してはそれに関してコラボのこの字も言わないんですよ。コラボのこの字も言わないでなんとですね福祉保健局を廃止するっていう話に出ちゃってる。皆さんどう思いますかって話だよね。これこそまさにね、あえて言っちゃうよ、あえて言っちゃうけど、これどう考えたって証拠隠滅なんじゃないのっていうふうに思えちゃうようなね感じですよね。私のあくまでもね試験ではありますけどね、どう考えたって昨年のその11月の頭ね、11月の10日からのずっとね動きを時系列に基づいてね話していくと、どう考えたってね、さっきの公文書ね開示請求に対するね証拠なんかね消しちゃったよみたいな証拠隠滅、ね、みたいな話だとか、今回のね、昨日の、定例会見によるですね
福祉保健局を廃止しますって。なんで廃止するのって。一旦廃止して全部ねなくして、それこそねあえて言うよ、証拠隠滅じゃないけど全部廃止にしちゃって、なおかつ新しいこの福祉局というのと保健医療局を再設置みたいなね、立ち上げるということは、そのね今までですね福祉保健局がやっていたような事例は全部削除しちゃうんですかみたいなね話になりますよね、というようなことで、結構これはね大きな話だなと思いますので、今現在ねなんか知らないけどネット界隈でバーッとネット界隈だけでね騒ぎがね真相を追求しているような、このコラボ問題ですけれども、昨日の、定例会見で緑のたぬきさん言ってました、福祉保健局をね廃止しますというようなことらしいです。皆さんどういうふうに思いますかね。ちょっとあまりにもねおかしいよねっていう感じですよね。はい、というようなことでね、ちょっとね私もね自分の仕事がバタバタしてて、これもね本当で言えばね今日の朝ぐらいにはね、具体的にちょっとお話ししたかったんですけど、ちょっとね、1日ぐらい経ちましたけどね、ただね未だにもうネット界隈ではバーッと盛り上がってますので、まあ皆さんにもぜひね、知ってほしいなということで、ちょっとね急遽動画を作った次第です。はい、ありがとうございました。それではねまた皆さんバイバイ。